林家、林家マリオ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 。さあ、続きやってこう。いやー、皆さん、この折り紙キングの実況、そろそろ最終回な気しない？あと2、3回ぐらいで終わる気がするんだよね。なんかそう思うと悲しくない？あともう一個悲しいことありまして、私最近なんか鼻炎で鼻ぐじゅぐじゅなんですよ。だからこのゲームクリアする頃多分鼻声のまんま終わるんだよね。すごく恥ずかしい、そして悲しい、辛い、もう本当に鼻炎、鼻炎だね。これはもう鼻炎じゃない、鼻炎だね。しょうもね、マジ鼻炎だね、マジ鼻炎だわ、マジ鼻炎だけどマジ鼻炎だわ、マジ鼻炎。よし、行くかピーチ城、これラストになんだもんな。さあ最後の戦いだって書いてるもんね。うわー、ちょっと緊張すんな。あ、待って、せっかくだったら最後やっていい？ラストマンホールフックやっていい？ LMH やっていい？ラストマンホールフック。いきますね。触れてくんないんだよね、ルイージとクッパは。他のみんなは、あ、それ多分違うと思いますよみたいなこと言ってくれるんだけど、これ二人触れてくれないんだよね。もう早くしろよみたいな空気になってるもんな。じゃあいきますね。行こう、ビーチ城の鍵開けるぞ。うお、すごい縦に並んだな急に。うわ、パート1ぶりぐらいなんじゃねえの。でも2人いる、クッパがいるもんな。最初はルイージと2人だったけど、とりあえず進んでく。2度目のピーチ城だね。我が家はいつまでこの体なのだ。もうちょっと会話盛り上げていかない、ローカー。最後の戦いだったら来たー。さあ来いよ。おっと、ピーチか。オリーじゃねえか、ここは。マリオ、やっと来てくれたのね。嬉しいわ、嬉しいわ。お前が嬉しがってくれるんだったら俺も嬉しいわ。 BGM よかった、無事だったんだね。もうめっちゃバカなの。見た目でもうさ、ずっと長い、もう35周年ぐらいなわけでしょ、今回マリオシリーズ。なんで折り紙になったピーチに対して BGM 無事だったんだってよく言えんな。35年間。あ、うわー。嘘でしょ。もう最悪だよ、もうずっとああいう扱いじゃん。もう一生こういう扱いする気じゃん、任天堂。さあこっちに来て。邪魔者いなくなったみたいな言い方すんな。これはちょっと待って、左右の扉には何があるの、これ入れんのかな。これ奥には行けんのか。開かねえんだ。開かないのか。この向こうは作ってないのかもしれんな。作ってないのかもしれんなって、その裏側言うな、ゲームの。これルイージはもう下に落ちてっちゃったってこと。これはさ、俺も一緒に行けばいいってことなの。待って、なんか嫌な顔すんな。うわ、危な。これ行っていいのか、下に。今お前落ちなかったか。ちょっと待って、一旦行っていい。クッパがめっちゃ見てる。だからそれやめろって、それやめろよ。パート1の頃は別に無傷だっただろ。2回もルイージ落ちるところ見ちゃったな。これどう、これさ、もうダッシュで行けばいいってことなのかな。待って、ジャンプするか、ジャンプするか。あぶだ。あ、でも結構ギリなんだな、これ。走りっぱなしじゃいけないってことなのかな。まあとりあえず進んでいくか。ピーチの後ろの姿を追っかけていくとしよう。あ、もう近っ。ホリー様はあなたたちを素晴らしいところに招待してくださるそうよ。これ言っちゃ悪いけど、なんか洗脳されてるよな。洗脳されてる感じになってるよな。で、壁の雲ひっく、壁の雲の位置ひっく。ほら、行きましょう。空にいるみたいな感覚になってんの。おー、何かが始まったな。何かだな、ハンターハンターの何かが始まったな。なあ、だその階段の感じ。うわ、なんかマリオ64の感じじゃない。登っても登っても登れないみたいな。よく考えたらこれなんかムービーが始まってる。あっ、もうピーチ城が、ピーチ城がやりたい放題されてる。ピーチ城解体ショー、ピーチ城解体ショーになってる。マグロじゃなくピーチ城解体ショーになってる。何その折り紙、何その折り方、俺よくわかんねえんだけど。おーおーおーおお、あー、なんかそんな感じの豆腐あるよね。なんか緑の草で縛ったみたいな豆腐あるよね。これ、かっこいい BGM にピーチ城がどうなっちゃってんのこれ今。うわー、オリーのマークが来て、うわー、なんか最高に怖いムービーになってんな。なんじゃこりゃ。もうピーチ城でもなんでもね、もう原型ゼロじゃねえかよ。これどうなってんの今。折り紙城？いや、折り紙城って感じでもないよ。折り紙城って感じでもない。ただただなんかセンスがそんなないぐちゃぐちゃに作った感じの城。そんな折り紙城って感じじゃないからね、本当に。上の色合いが良くないのかな。
色合いが良くないんだな。もうちょっとカラフルにした方がいいと思うもんな。オリーの色がなんかそこの右下ぐらいにしかないもんね。ちょっと黄色と紫みたいな色合いがすごく良くない。ピーチ城を折り直して本当に折り紙城を作り出してしまうなんて最初からやっとけばいいのにね。でもピーチ城にしとくことによってマリオをおびき寄せるみたいな感じだったのかな。兄上は本気で折り紙の世界に変えてしまうつもりですわ。おお、でもなんか階段が上がっててちょっとここの明るい感じの色いいな。折り紙城といっても元はピーチ城だろ。ならばオリーとピーチ姫もまだこの中にいるはずだぞ。ほれ、ボタッとしてないでさっさと行くぞ。すごい引率の先生みたいになってる。これ一応戻れはして、これはなんじゃ、伝説のブーツっていうことはこっちは伝説のハンマーだな。もう俺もう突っ込まないからね。どこが伝説なんだよって、もう突っ込まないからね。でセーブして、はい行きましょうか。ピーチ城じゃないんだな、折り紙城なんだな。ラストはさあ行くとしよう。こっからどういう風に繋がっていくんだ。お、え、どうや、これどこに行くのこれ。なんか上になんか、いやこれ神の手かなんか使う気がするんだけど、上なんかぶら下がってるよ。行き止まり早い、行き止まりが早くない。あ、待って、なんかこれベロンってなってない。あ、なんか今動いたぞ、見っけた。え、もう一個はあった、あった、見っけた。むずくない、ちょっともうちょっとヒント出しといてくれてもいいと思うんだけど。さあこれで神の手でなんか上ベロンってできるもんね。上、お、うん、ドアを作り出して、オープンザドア、敵ようこそ。なんか喋れ、お迎えの敵よ。いや伝説のハンマーありすぎだろ、強さは変わんねえのに、すーげえ弱えまんまなんだな。さあ行こうか。わあちょっとな、これ中ボスとかがちょこちょこ出てくる感じなのかな。うわ、弱い敵しかいない。マリオだ、オリー様に知らせろ。知らせろって言いながら自分で言ってんな。あ、可愛い音が。わあ、オリー側から来た。私はマリオたちだ、わし止めしておけと命じたはずだぞ。この臆病者の役立たずめ。わわわ、かわいそう。オリー様、そんな、わわ、かわいそう。うわ、来た、神風をあっとやってる花輪くんかよ。さてマリオくん、我が折り紙城へようこそ。お出迎えしてくれんのか。兄上、ピーチ城を折り紙城に変えちゃうなんてもう取り返しがつきませんわ。いやー、オリビア、取り返しがつかないのはだいぶ前からなの。ピーチ城を折り紙城に変えちゃう前からもう取り返しはついてないのよ。言っちゃえばこれ以上ひどいことを続けるなら私何言おうとしたの。オリビア、何しようとしたのかな。意外としょうもないことだったらどうしよう、私みたいな、髪切りますわみたいな、そんなイメチェンのことっていう、すごいどうでもいいことだったらどうしよう。オリビアよ、私はこの世界をオリビア折り紙王国に作り変えると言ったはずだ。その手始めとしてピーチ城の全てを折り紙城へと折り直したのだ。さあマリオくん、この素晴らしい折り紙城を心ゆくまで楽しんでくれ。いいな、お前は自由で。おそこの階段は閉める必要ないだろ。おいおいおい、余計なもの置いてくんじゃねえよ。何、なるほど、落ちちゃいかんのね。これ多分落ちたら二度と戻ってこれねえ感じすんな。一旦無視し、オープンね。どうすんのこれ、ハテナになってる。これ行っていいの、これ横に待機できるってこと。できないじゃんこれ。うわあ、やばい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 、これどうすんの、どうすんのこれ。待って、し、100、待って、これ途中のところがね、あぶね、あ、間違った、あ、あぶね、あ、もう、え、こっからもうちょっと簡単でもよくない、もうちょっと簡単でもいい気がするんだけど、俺が単純に下手くそなだけなのかな。ここ上りのこれ以降は台がねえからで、ハテナになるわけでしょ。つうことはこれ、なるほど、これ正面向いてない時があるってことね。その時に行けば今なんじゃないか、後ろからの、待って、これ間に合うか、これ間に合うか。あぶね、あぶねのポケ、お前のせいでやり直しが長かったんだよ。なんか BGM かっこよくない、ちょっと最後の白っぽい感じになってんだ。いやもうラスボス前っていうのはいいな、ラスボス前のちょっとこの緊張感のある BGM 強っ、敵強いな。これ伝説のブーツだったら倒せるのか。でもこっちクッパいるから一旦クッパの攻撃も見たいね。これ踏める、いや踏めないんかい。
そのしょうもない人にやられんのかい。強いなお前は。お前は本当に強い。クーパー、お前からの攻撃してくれ。もっとどんどん。何その技。妙に強かった。なんかちょっと幸先が不安になるな。でこれで神の手出しの神っぺら穴埋めもどっかでやっていくのかな。さあ引っ張り出して、ちょっと待って、これこのゲームで一番難しいのこの神の手のシステムなんよ。はい、進んでこう。ピンポンパンポン、今はいらん。任天堂からのメッセージ、今はいらんよ。全然セール、バトルで役立つアクセル、アクセサリーの価格が50%オフ。それは確かに今言ってほしい。もうちょい前に言ってほしかったな。もうここに来たでしょ。あんま戻りたくないのよ外に。これはなんじゃい。あ、とりあえず金を集めといて、ラストダンジョンでセールの情報くんのが任天堂なんでもあるにしてんな。でこっちはつながって、あ、こっちもこれか。この金の折り紙で作られてるやつはお金しか入ってないとかそういうことなのかな。でここは進んでいく。謎解きダンジョンとアクションも必要で、敵も普通にいるっていうわけですね。こいつは3発投げたら何も投げてこないからボケ。オッケー、ちょっとやってる感じね。パズルがめちゃめちゃ難しくなってるわ。これも金で、おあ出たー。ルイージのカートが来ましたね。いいね。ルイージフィギュアだけで113個ぐらい集めたいんだけどな。ルイージのフィギュアだけだったら全部集めようってなるんだけどな。じゃあそのまま進んで、これとにかく落ちちゃいけねえな。100ダメージくらい。いやもうなんか、いや、なんでそんなところにいんのお前。お前なんでそんなところにいんの。ちょっとお前は無視で行った。こいつは別に倒した。あっつ、やっぱ倒した。お前も許さねえ。いやもうなんかほんと BGM がかっこいいな。ずっと BGM かっこいい感じすんな。で左叩きの、これもフィギュアかなんかか。お、なんだ。なるほど、神の手で、あー階段を使うみたいな感じか。了解了解。これとにかく落ちんのが一番気をつけなきゃいけないな本当に。でクッパがね、戦闘要員でめちゃめちゃ強く見えるんだけどね、たまにすげえしょうもねえ技するんだよね。あれここじゃねえの。ここじゃねえのか。ここか。はいよ、はい、いいね。うわ、なんかペラペラで不安な階段。でもこれマリオの体重めちゃめちゃ軽いからいいのか。さあ行こう。お前登れてねえぞクッパ。さあ来たな。慎重に、ここも落ちちゃいけねえぞ。わ、いいね。ちょっと BGM が遠ざかってんのもいいよな。そしてセーブポイントは大事。意外と奥まで戻されるからな、ここやられたら。結構戻されんのよ。で進んでってなんか来そうだね。なん、出た、またオリーかい。お前暇なんか。結構早いんだよ出てくるタイミングが。だいぶ暇なんかお前。ほうほう、もうここまで来たか。ではもう少し楽しめるようにしてやろう。何を楽しめるようにしてくれるんだい。おっと、一本道で行けたのをわざわざ曲げてくると、やってることがものすごくしょうもない。いや、なんか下の、おい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 、上まで来んのかい。それはズリって、それはズリって。折り紙でこれ折れるやつすげえなって俺思ってたもん。俺折り紙でこのさ、パックンチョみたいなやつ折れるやつすげえなって思ってたわ。これどうやってみんな折ってんのってちょっと思ってたもん。これいける今。あぶねあぶね、これもう突っ走ってった方がいいのか。これ突っ走ってった方がいいのか。あぶね、とにかく捕まんだよ。でこっちそのまま道なりに行けばいいから、進んで行きの敵いんな。上にも行きたいところだけど、まずはこっちだろうな。はい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 、分かってる分かってる。お前の攻撃スタイルなんで分かってんだよ。これは上か、左にもなんかあんのか。いや上だな。上にジャンプしよう。危ない、これ怖っ。なんだ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 。うそ、ずるい。遠距離攻撃ってやっぱりずるいよな。投げてくる、手前を倒す、こっちもなんかある。ずるいよ。あいつらのブーメラン奪って、俺がもう二度と返、俺は投げつけない、二度と返さないでやる。マリオカートでもうざいからな、ブーメランって。で全部出しの、これどっかに神の手が入ってたりすんのかな。おー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 、いいね。でキラー、急にここでキラー来るんだ。今回そんなにキラーのイメージないけど、はい。でキラキラキノコも取って、どうしようかなこいつ、やっとこうかな。ボケー。いや本当になんか急に BGM 壮大になってかっこいいんだけど。さあ引っ張って、これは乗ってっていいのかな。クッパークッパー、クーパーなんで来ない。なんとなくわかるじゃん。ワープすんなよ。ワープしてきてる。危ねえ。あ、これ上だな。これ下は繋がってるだけか。で上やりの、あ、これ上にどこに行くんだ。めんどくせえ攻撃すんな。そしておっと、なんというラッキーなタイミング。これで、うん、どう、あ、これで上に行けるようになるってこと。待って、下ってなんか、ちょっと待って、下一回行っていい。こっちってなんかあったっけ。これまだ行ってないもんね。うわー、
来なければよかったと思いました。はい先生、僕はここに来なければよかったと思いました。これすぐ戻れるのかな、戻れない、あ、倒しとけば、あ、先あっち倒しとけば、あー何してんだろうね。すげえ、神の手がひっついたまんま来た。神の手やっていいっすか、どこで何をやるんすか神の手って。なんか来た、なんかあった、なんかあった、なんかあったよ。今なんかあったよね、今なんかあった気がする、なんかあったよね今。これ掴む、掴むってあるよな、ここをペラペラペラってやんのか。ちょ、了解了解了解、もう一回やってくんだから、クッパ乗れ、クッパ今乗れ、今乗れ、お前なんでお前乗らない、こうか、はい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 、これでこっちにペロリン。ちょっと謎の扉、待って、これいつでも帰れるようにこっち壊しとかなきゃ。はいよ、あいつは無視でいい、もう邪魔くせえ、攻撃してくんだよ。でこれで右登って上に行けると。了解了解。まあそんなにまだ難しい感じは出てないかな。神の手いっぱいあるね、神の手だらけだね。でここ進んでって、下気持ち悪いな、あいつら多分なんかもう脳がないんだもんね、きっとただただパクパクするだけなんだろうな。何すんの俺、これ何すんの、どこに何をすれば、あーなるほど了解、これ道をつなげろってことかな。こうしてゴムゴムのバズーカになってるよ、手がこうか。 OK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  多分これは後々もやるんだろうな。危ない、そういえばこの敵のこと忘れてた、来るな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 、危ないよこれ、今行ったら危なかったよ、行ったら危なかったよ、勢いの器用だけになったら危なかった。ちょっとだけシステムを変えてくんじゃねえ。さ、進んでまた長い道のり、セーブはサンキュー、助かる。進んでいこう。うわなんか不安だな、うわなんかもう明らかに嘘くせえ土管があんな。でも実況者の以上入るしかねえ。クッパも入ってきた。これはどこに、あ、意外と普通の土管、割と普通な土管だね。あ、これ省略できて、いや待って、これなんかおかしいな、これなんかおかしい感じするぞ。で引っ張りの、これは、あ、神の手、なんでこれ途中、なんで、なんで、なにそれ、あー、いや、いや、わかんないのよ。いや今そのまんま動いてたらわかるんだけど、一瞬カット入ったじゃん、一瞬カット入ったせいでもうわかんないのよ。誰が魔法陣を持って行っちゃったの。もう俺は信じるしかねえな。あ、なるほどね、これで土管から戻ってルートを当てるってことね。はいはいはい、面白いゲームシステム作ってんだ。あー、まあ俺はもう一番右に行くしかねえよ、クラピカ信者なんで。完全にクラピカ信者なんでね、いちいち考える必要もねえわ、右に行くしかねえ。で、あいつは叩いてくんのか、叩いてくんのか、叩いてくんねえ、危ねえ。これギリギリ間に合うかい、これどう行けば間に合うんだ。一回やって戻る、一回やって戻ったらどうなる。あ、ナイスナイスナイス、これでおめでとう。うわ間違った、普通に浜で倒せたのにぶつかっちゃった。ここ好き、このこの、あああああああって折り紙キングのソロをあーで歌ってる部分すごい好き。まあ、今みんなに聞かせてなかった気がするから言うけど、あーってたー。これなんだったらみんな実は優しくて、任天堂実は優しくて、左も真ん中もとにかく倒せば神の手出てくるんじゃないのかなってちょっと思っちゃうな。さあこれで神の手で何すりゃいいんだ。これ掴んで、昔のメールみたいなマークだな。で引っ張ると、さい、なにこれ、扉入っていいのかい。これただ中に階段が、なんじゃこいつ、どうした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 お前。引っ張って、危ないなお前。いや、どういう、あいつ今何、いや謎の能力者みたいになってるよ、ハマブラス今能力者になってるよ、頭の上でハンマーを、それ削れてく削れてく、お前の頭がえぐれてくぞ。紙飛行機部隊、はいはいはい、危ない、君はもういい、どうでもいい、無視して上に行こう。さあこのまま、なんか逃してるやつとかあんのかな。左に進んでいき、うわー、めっちゃシンプルに襲って、気持ち悪いくらいシンプルに襲ってきた。ちょ聞いてて、来るよ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 、ここ、今のわかる、の部分、ちょっといいのわかる、これ伝わんないかな、これ伝わんねえかな、みんなに。ちょっと俺が伝えたい気持ちわかるから、ちょっとテンション上がるんだよね、折り紙キングのところが。伝説のブーツが壊れたら伝説でもなんでもないのよ、伝説のブーツはなるべく壊れないであってほしいのよ。ごめんなさいね、バトルのところカットしようと思ってんだけど、いちいちベラベラ喋っちゃって。さあ進んでって、これで一応戻ってきたから、また神の手かい。あ、もう結構進んできてない、で奥まで花子まで来たから、はいよ、で神の手で道をつなげればいいだけと。これコントローラーまで動かしちゃう癖あるよね。こうか、ここじゃなくてこっちか、ここを掴んでベロンと。ベロンの勢いが強くてちょっと心配になるわ、破れないか。来るのかい、
パックンチョ、うわパックンチョじゃねえ、全然パックンチョじゃねえやつ来た。危ねえ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 、こいつ倒した方がいいのか、こいつ倒した方がいいのか、危ねえ、うわ待って待って、こっち来んだよ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 。はい、これでボコボコに C の裏向く丸く叩く。ごめんよ、なんかすごい悲しい感じになってしまった。しかも別にあいつ倒す必要なかったんだな、ごめんよ。すごく悲しい戦いをしてしまったわ。あー、右に行けばいいのかい、これは。登って届かないね。あ、待って待って、おー、オリビアじゃん、何してんの、これなんかある、こう、なんでオリビアを、すごいな、オリビア見ろ、また行き止まり、こんな時はやっぱり床とか壁とか叩いてみる。違う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 、オリビア、お前のでっかいオリビア作ってもらってんだよ。オリすごいひどいお兄ちゃんに見えるけどさ、折り紙王国って言ってちゃんとオリビアも用意してくれてるんだよ。優しい兄ちゃんの部分もあるんだよ。待って、これなんか怪しいぞ、ここなんかあるな、絶対なんかあるぞ。あった、フィギュア、虫風呂加工のハリボテたち。あー、そんなに思い入れないかな、慌てた感じはあるけどそんな思い入れはないかな。でこっちに、おーっと、これはまた金かい、お、キラキラキノコ、これか、はいよはいよ。で、神の手集合セットで、あー、ここで道を作るみてえな感じかな。これで多分握って叩く、はい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 、何これ、あと4回チャンスあるよってこと、はい叩く、あと2回、これ、え、ど、え、これどっち、これどっち、これどっち、上叩いたらどうなんのこれ、上叩いて下叩けばいいの、上叩く、え、ちょっと待って、あ、これ、これ間違ってない、これ間違ってない、これ下叩いちゃダメじゃないっていうか、あ、そのシステムなんだろうなって今ちょっと思いました。 OK、 ノーミスだ、一回もミスらないでいけてんな、結構サクサクだな、まだ一回も死んでねえもんな。クッパがね、もうちょっと活躍の場を作ってあげたいぐらい、待て、ここもなんかあるんじゃないか、あるね、これは百面ハリボテメット、百面、あーいたね、ユニクロコラボ T シャツね、結構急に出てくんな、クッパ落ちなかったか今、いっぱい出てくんね、なんかさ、すげえフィギュアの量が増えてない。さあ奥まで、待った、これもう終わるぞ、え、なんか終わっちゃいそう、今回のパーツでちょっとなんか終わっちゃいそうな雰囲気出てない、今何回、最上階まで来てんのかい、行こう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 、ゆっくりでいい、さあ走れ、ゆっくりでいいと言いつつ走れ、どこまで来た、うわー、まだ微妙に続くか、おい、オリー出てこい、オリー出てこい、お前毎回毎回次の回行ったら出てきてたんだから、暇じゃなくなったのかお前、ちょっと、あ、やべやべ、ちょっと余裕持って準備してなかったみたいな感じになったのかな、マリオのところに顔出してる暇じゃなかったみたいな風になってたのかな。さあこれで、なんだこいつは、何、マリオだ、みんなでかかれ、みんなで、多いな多いな、これどうにかなるわけでもないの、なんか、なんかめっちゃ来んだけど、なんかならないの、あ、なんかなるぞ、あ、なんかオリー倒れそうだって、でもめっちゃ多くない、めっちゃ多くない、今多分オリーの方やるめっちゃ多い、すっごい行列のできる法律相談所、すっごく長かったよ、本当に今の量倒したぐらい長かったよ俺。で、これ今どうなってたの、あ、あと1回半、でも時間あったよね、全然なんかまださ、俺の近くまで来てなかった、あいつらちょっと遠距離ぐらいからさ、もう飛びついてきてたよな。待て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 、このセーブは絶対にラストセーブな感じすんな。さあセーブしよう、中ボスとか出てこなかったの、そう考えたら、行くぞ、うわー、なんか終わりそうじゃない、うわ、 BGM が途切れた、何もない、周りに何もないぞ、何をするんだ、おい、何が来る、ちょ、おー、な、どういうこと、どうリアクションすればいいの、ここ、何この何とも言えない空間、来たな、オリ、準備できてるか、まだ来るか、これ以上手間を取らせるな、いや、まだ来るかって、そりゃ行きますよ、主人公ですからね、お前が来いって言ったんですからね、なんだったら、私の理想とする折り紙王国があともう少しで完成するのだ、え、この上まだ何かを隠しようとして、何かを隠しようとしたの、すっごい噛んでるよなあ、カミカミだよ、カミだけにカミカミっつって、おいおい、最終、もう最後の最後で滑り倒すな、もうこれ以上ひどいことはやめて、オリビア、おった私に向かってそうまで立てつくとはな、これだけ言ってもわからないなら残念だが、もう仕方ない、
もうお互いが絶対分かり合えない状況だね。二人で暮らしていくってなったらすごい大変な、お前どっちかが気使わなきゃいけないみたいな感じになってくるからね、絶対このオリビアとオリーだったら。なんか用意されてる感じ出てません？なんですか？まだいたの、ボス。王の番犬ホッチキス。番犬噛みついて、うわなるほど、ホッチキスでガチャンと噛みついてくんのと番犬の犬をかけてる、なるほどなるほど。まだいたのか、ボス。まだいんのか、マリオ。こいつだ、こいつに噛みつかれて我が愛の体の俺が戻らなくなったのだ。あ、そうなんだ。クッパってなかなか戻んねえなと思ったらホッチキスで止められてたってことなのか。やってしまえ。後ろ向いてやってるけど、なんかもう絶対こっち向いて言った方がかっこいいと思うんだけど、後ろ向いて言ってるとどっちに向いて言ってんのみたいになってるよ。絶対こっち向いて言ってた方がいい。おい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 、聞いた？ちょっとなんかまた、うわー強そうな敵くんな。これもさ、うわ何何何何何、ホッチキス久しぶりに見た、よく見たらホッチキス久しぶりに見たよ。ちょっと使いたくなってくるもん今、ホッチキス。ホッチキス久々に見たらちょっと使いたいな。ガッチャンってやりたいな。別にどこにしたいわけでもないんだけど、ガッチャンってやりたい。マリオさん、私恐ろしいです。あの口の中針がいっぱい。おられたペラペラさんたちはみんな犬なの？いやもうピノピオうるさいな。みんなあの針で噛みつかれて元の姿に戻れないようにされてたのかも。とても凶暴で恐ろしい文豪軍団です。マリオさん頑張って。頑張るしかねえ。もう頑張ってんだけどな。頑張ってる人間に対して頑張ってって言うな。もう頑張ってんだから。さあこれでも、あでもシンプルだな。最初はなんかいたずらとかしてこないんだな。手紙読みたいけど、多分宝箱にオンスイッチが入ってると思うんだよね。どのスタイルでいこうかな。最初は攻撃でいいから2回攻撃してな、できれば。あー手紙読みのこれでいいんじゃねえかな。手紙読みの針を補充するリロード中はチャンス、針の残りは口の中をよく見ればわかるぞ。あーなるほど。あいや結構な量あんのよ、針の結構な量の針あんのよ。でこれで2回攻撃できるから真正面からいってやろう。これなんかイメージだけどなんかさ、ジャンプで上を踏みつけてガッチャンってさせる感じしない？とりあえずブーツ1回とハンマー1回にしとっかい。とりあえずどっちがいいのか見極めよう。まずブーツから。はい、どれぐらい食らうの？いや全然食らわない、全然食らわないな。あでもあなんか針出てるで、ハンマーはあダメージがハンマーの方がでかいのか。でも針が少ない。待て何いつ食んの？ちゃんとガードできてる、ちゃんとなんかガードできてる。これで、あ針減らすのね。了解。じゃあ針減らすんだったらジャンプの方がいいのか。ごめんもう早いかもしんないけど、いい？ちょっと思うんだけど、これ叩きつけ、近距離の縫い付けは針の2本使い、遠距離のマシンガンは使わせんのもあるってことね。ちょっとイメージなんだけど、神の手でボン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 ってやった方が針がすぐ減るんじゃないかなって思うの。これ俺の勝手な想像なのかな。まあいいや、もういろいろやっていくだけやっていこう。でこれでボン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 絶対強いと思うんだけどな。さあラッシュタイムで、これ針出てるよな、めちゃめちゃ。いいよ結構出たんじゃない、何本か出てる気すんな。縫い付けまた来る。マリア強い。その縫い付け、あーっと動けなくなってる。マリオ針で止められて動けない。今あと針どれぐらいあんの？針抜き、あ抜いてくれるんだ。痛い。これ今針どれぐらい、まだあと7、8本ぐらいあんのか。これ遠距離に行くか、遠距離攻撃すんのもあり。何それ、ちょっと怖いから遠距離にしつつ、オンスイッチだよな、オンスイッチ出して。手紙読みたかったけども、これブーツで行くか。これなんか協力技来るってことだもんな、多分1、2、3、4と4本の針出すけど、あとどれぐらいあんのあいつ針。ワンワンラッシュガードできてる。なんか3、2、2、あもう0になり始めちゃったよ。そんな思ったより強くないけど使わせたんじゃない、これ針結構使わせたんじゃないの。どう、まだある針どうなんだろうな。ないね針が。さあこれはどうしようかな。なんか俺さ今さ
2倍攻撃プラス1回攻撃さらにできるでやった方が強い気がしちゃうんだけどどうなんだ。いやー2回攻撃プラスダメージ2倍でいきたかったんだけどね、なんかどうやっても揃えれなかったから。ハンマー攻撃ハリポ、あ、了解了解、ジャンプ攻撃でいいってことだもんな。ちょっと待って、これシンプルに普通にオンスイッチからの必殺技でいくわ。でこれ中は、あ、コインハートちょっと、あ、まあ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 仕方ない。でも神の手は絶対強えもんな、神の手が強いのには変わんねえから、これで80、90くらいいけんのか、どれくらいかなんだろう。2、3、4、5、6、7、8、9、10、うわ100くらってる。あ、でも結構な体力あるよ。あ、でもこれ普通に神の手でよかったかもしんねえな。結構な、でも赤色ちょっと小学生だったら憧れる色付き、色付きの針はちょっと憧れるんだよな。うわー今度の針は真っ赤化です、まるでホラーですわ。あの針さらに痛かったらどうしましょう。痛かったらちょっと攻撃スタイルが変わってくるってことなのかな。まあとりあえず俺はジャンプでやっていくしかねえからな、オンスイッチと。これでいっかな、オンスイッチ出しといて、はい、おカートも取って回復して、でブーツで遠くの攻撃、針をまあとにかく減らさなきゃいけないから。であいつなんかマシンガンがなんか8本ぐらい消費するみたいなこと言ってたもんな。これで使わせた方がいいよな、攻撃で。あ、来たね、レッドマシンガン。はい、ガードして、ま、確かに強くなってる、ちょっと強くなってる感じすんな。でもこれで8本使わせるから、ま、この感じで減らしていけばいいってことか。遠距離の神の手、神の手使える時に使っちゃっていいか。あと何本ある、あとあれ何本あるか分かんないんですけど、でまあこれでとにかくちょっとダメージは減らせるから、はいはい、ラッシュタイムで、まあ、あ、減ってるな、減ってる減ってる減ってる。で次多分これ使わせれるんじゃない、レッドマシンガン。はい、でガード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 、体力減ってきたら、体力減ってきたらちょっとそろそろ考えた方がいいな、相手が大技してくるかもしんねえから。で2倍攻撃とプラス1でできればいいんだけど、今神の手ないからどうしようか。できねえかー、2回攻撃かける2倍やりたいんだけど、多分これオンスイッチでちょっと減らしていくしかねえから、ブーツがいいよねこれ多分。これでどれぐらい食らうんだ、いこう、はい、うわめっちゃ食らう、めっちゃ食らうじゃん、めっちゃ頑張れ。あー神の手フィニッシュできるっちゃできる、多分神の手フィニッシュできるっちゃできる。これで終わらせてやろうか、これ終わんのかな、そのまま針ない状態でも勝てんのかな。ゴールドになってる、よえお次の針はマッキンキンですわ、ゴージャスレボリューションだな。はっ、イタ様もさらにゴージャスだったらどうしましょう。イタ様じゃないね、イタさんだね、急にホチキスのことイタ様っていう別の愛称で呼び始めてる人みたいになっちゃってんな。宝箱、おさあこれでいこう、宝箱もハートも取れるかける2倍か、はい、オッケー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 。でハートも進化して回復で50回復で、さあ終わるでしょう、これで一応神の手フィニッシュになるのかな。さらばだホチキス、番犬よ、さよならワンワンだ。なんだ、なんかやばいやばい、へし折る、なんかいや絶対良くない、絶対良くない、なんか技として、なんかマリオあんま良くない感じ見た、これなんかあんま良くない感じの見たよ。大喜びだね、神の手フィニッシュ入ったな、すげえ量の金もらえんな。泣いてる、わあおなじみの爆発だ、わあなんか、うん、一言も喋らない感じがちょっと怖いな、一言、あーっとー、なんか針が抜けたね、今完全にキルアだったね、イルミになんか針入れられた、プチって抜けたね今完全に。おい今我が輩の体が身分ほぐれたような気がするぞ。ほぐれたな完全に、わ、これどういう風になるんだろう、戻るのかなクッパが。マリオさん今ならおられたクッパさんを元に戻せるかも。いえ直してほしいんだ、じらすぜじらすぜ、直してほしいんだ、ふむ、マリオ貴様らはまで我が家を元に戻させてやろう。じらすぜ、これ踏めんのかな、はい、あ微妙にこれ踏めないんだね。じゃあ行くか マリオ貴様らはまで我が家を元に戻させてやろう。すごい焦り顔してる仕方ねえな、ほいほい、ごめんよ、一回ミスっちゃった今。戻ったー、うわーうわー、嬉しそう、あようやくあの窮屈な体におさらばできたぞ。こんなんだったっけ見た目、
クッパさん、大きくてとっても強そう。でもちょっとお顔が怖いです。我が輩は仲間だから無敵のクッパ様だからな。よし、マリオに折り紙娘、俺に一発食らせてピーチ姫を助けるぞ。いいな、協力体制。うわー、マリオとクッパで二人で冒険だったよ。ねえ、こんなんちょっとさ、上がるも上がる、折り紙娘って言ってる感じもいいよな。さあ行くとするかい。じゃあクッパよ、こっち戻れんのか。ちなみに戻るのか。我が家はここで待つぞ。戻っちゃった、戻っちゃった。絶対セーブポイント後々あるのに戻りに来てセーブしてるこまめな性格って思ってそう。そしてすぐ戻ってきた。あーあいつ多分セーブしに行ったんだろうなって。巨人行くか。優しいやつだな。どしどし言ってるぞ。もうちょっと静かに歩け。下の階の住人に迷惑だぞ。うわお、なんか最後っぽいところ来たから歩きます。隠れてんだよクッパ。ちょっとマリオがせっかく見えなくなってんの、ここ見たいの。うわ、ラストセーブ、ラストセーブポイントだ。絶対最上階。おい、どうやら折り紙城の最上階まで来たようだぞ。オリーワの扉の向こうだな。よし行くぞ。どうした、メンヘラタイム入ったか。オリビア、メンヘラタイム入っちゃったか。私、怖いです。兄上は、私にまであの恐ろしいホッチキスをけしかけてくるなんて。あんな兄上を止めるなんて、もう無理なのかも。無理じゃないよ。ここに来て無理だったら、俺がそこに一番驚いてしまう。任天堂どういうゲームの作りしたんってなっちゃう。これでもうさ、オリーがどうしようもない攻撃してきて、はい、一生ゲームオーバーですだったら、任天堂カスタマーセンターに3回目の電話する。私たちじゃ対処できないんですけどねって言われそう。優しい、横にいてあげるだけで優しいんだよな。マリオさん、ありがとう。私いつも大事なところでくじけそうになっちゃいますわね。いいんだよ、くじけてくじけて、その度に強くなれ。折れていいんだよ、その先にね。でも違う、絶対ね。でもどうにかなるからな。人生なんてどうにかなるっていうことを分かっとけ。でもここまで本当にいろんなことがあったけど、そんな時いつもマリオさんやルイージさん、カメックさん、ジュニアさん、クッパさん、そしてボムヘイさん、なんか終わりが近づいてる。悲しくなってくんな、このシーン。クッパが微妙に距離取ってるけど。あ、あと学者のせ、多いな多いな。会った人全員の名前言うのきつ。ちょっと時間かかる。そんな時間取ってらんないと思う。 あと学者の先生、ピオさん、デグジーさん、天空キノピオさん、船乗りさん、川下り屋さん、ショップのキノピオさん、折り紙職人さん。あー、割と早めに終わったね。とにかくたくさんのいい人たちに助けてもらってばっかりで、なのにマリオさんやクッパさんをまた危ない目に遭わせちゃうなんて。おい、折り紙娘、危ない目だぞ。我が輩を誰だと思ってる。泣く子も黙るクッパ様だぞ。泣く子も黙るクッパ様か。何この時間。今なんか変な空気流れたよクッパ。一瞬変な空気流れたよ。本当ですわ、クッパさんのお顔が怖くて思わず黙っちゃった。確かにここまで来たらもうくじけてる場合じゃないかも。そうだぞ。おお、前回か。あ、なんだか元気出てきました。マリオさんも元気よかった。行こうか。よし、こんな私にもきっとできることがあるはず。皆さんも仲間を信じて頑張りますわ。さあオリビア行こうぜ。最後の冒険、最後の戦いだ。そしてこれはなんだ。よっこいしょ。はい。お、ハテナブロック回収率 100%。 ここは折り紙城。行くか。お宝発見率 100%。 行くぞ。うわー、ラストバトルになるのかー。ワープすんな。うわー、ちょっと長かったな、長かったな。学者キノピオとかな、ボムヘイたち、なんかいろんなところどころで仲間いたようなピオとかも。行きますかい。入るとしますかい。ちょっと休憩していい。よし、やるかー。鼻かんで水飲んで準備は万端だ。そして最後にもう一度セーブしておこう。さあ行こう、ラストバトルかな。今ちょっと待って、あ、待って、でも動画時間とんでもないことになってるかも。そんな長くねえのかな。もう今撮影時間だけで言うと1時間38分なんだよね。カットしたらどうなるか分かんないなっていう気持ちで毎回撮ってんの。来ましたね、
あ、一応でもオリビアの場所もちゃんと用意してくれて、その優しい部分を見せるからオリビアも強くなれないんだよ。徹底的にお前一人でやりたいならやりたいことはやれ。ついにここまでたどり着いたか。さすがマリオくんだ。ちょっとなんか疲れてない？オリなんかちょっと疲れてない？しかし一足遅かったな。城のトラップとホッチキスがいい時間稼ぎになったようだ。一足遅かったの？一足遅かったんだ。どうなってんだろう。兄上、この上一体何を企んでいるの？兄上、この上。おい、オリ、何でもかんでも折り紙にしよって。この我が輩まで。ん？ BGM はどこやった？あ、確かに、あ、すっかり忘れてたな。ピーチ姫ごめん、すっかり忘れてたわ。なんか今目的何か、なんかただオリーを倒せばいいやぐらいの感覚で来ちゃってた。ごめん、ピーチ姫助けんだった。ピーチ姫？それなら目の前にいるじゃないか。おー、なんかディズニー映画みたいな感じになってる。でも一回折り紙にされたらもう二度と戻れないんですよね。このピーチじゃもう二度と戻れないってことですよね。言っただろ、私はピーチ城のすべてを折り紙城に折り直したと。ピーチ姫も自分が主だった城と一つになれてさぞかし嬉しいと思うがな。ピーチ姫さんごと折り紙城に。あまりです。すごい。なんでこんな鶴いるの？いやもう絶対暇だったじゃん、オリ。絶対俺が来るまでずっと鶴折ってるだけの暇人だったじゃん。さらにこれ以上一体何を？はっ！急な和田明子。このたくさんの鶴は、まさか。おっと、まさかの鶴が関係してるの？お鶴が。鶴多いな。そうだ、千は折ればどんな願いも叶うという禁断の折り紙、千羽鶴。おお、ここでその千羽鶴。うわー、ここで千羽鶴とか出てくるんだね。だったらもうあと一匹早く折ればいいのにな。別に待たなくてもいいけどな。この千羽鶴の力で憎きキノピオどもを一人残らず白紙にしてやるのだ。そうだよね、こいつすげえキノピオ憎んでいるけど、その理由を教えてほしいな、早く。なぬ、白紙されたらもう二度と元には戻せんぞ。だっこもだまら我が輩も引くほどの恐ろしいことをよくぞ思いついたもんだな。おっと、クッパが引くほどの恐ろしさって言ってる。あの一番怖いと言われていた悪魔のクッパが恐ろしいと言ってるな。兄上、どうしてそこまでキノピオさんを憎んでいるの？そもそも兄上を折ってくれたのは折り紙職人のキノピオさんよ。確かに。そうだ、あのキノピオね。おっと、これ理由わかるんじゃねえの？ただ俺はわかるぞ、絶対にしょうもねえ理由だと思うわ。私を折るために用意した紙をこともあろうかメモ用紙にしたのだ。そう、そうかい。うん、しょうもねえ、しょうもねえな。思ってたよりしょうもねえな。でも折り紙、そうか、折りとしてはそこ大事な部分だもんね。そうだよね、周りの人からそんな気になることなのかなって思うかもしれないけど、本人としては結構大事な部分、自分の中でのポリシー、自分のプライドっていうのがへし折られた部分あるかもしれないもんね。でもそんな気にすることかなってちょっと周りの人は思っちゃうね。しょうもねえなって。折り紙の王である私の体をくだらんメモで汚すなど断じて許すわけにはいかん。折り紙の、まあそっか、自分の中ではそういうところがあったってことが。ちょっと周りの意見も聞こうか。一旦話してくれる？あ、話してくれる。そんな理由？言っちゃった、みんな思ってること言っちゃった。でもだからってキノピオさんを一人残らず白紙だなんてひどすぎます。そうだよな、せめてその折ったメモ用紙のやつの考えを出したやつさえ白紙にすればいいじゃん。俺はそこまでも言う止めない。うるさい、キノピオどもはみんな同じ顔だからまとめて全部憎いのだ。めちゃめちゃなこと言ってる。あんなになんか落ち着いてなんだかなんだかとか言ってたのに、もううるさいって言っちゃったよ。うるさいでごまかそうとしてる。白紙に戻してしまえばもうあの間抜けな顔を見なくても済むというもんだ。ごめん、噛んじゃった。それこそが私の理想とする折り紙王国なのだ。そしてマリオ、お前もことごとく私の邪魔をしてくれたな。しかしそれもここまでだ。鶴はすでに999羽まで完成している。ここでお前を倒し最後の1羽に折ってやる。ボス、ラスボス、
毎回敵としてありがたい、時間稼ぎとして言ってくれてるからありがたいけど言うけど、ごめん敵側に立って言うけど、もうそんなことしないで早くとっとと1話折った方が強い。早く1話折った方が君は勝てたんだよ。マリオに多分勝てないのよ、先に言っとくけど。始まった。いいね、ラスボス感あるね。やろうじゃねえか。なんかもうこうなったらキノピオ別にいらないな。後ろ頑張れ、負けるな。しゃう、俺よ止めて、負けるな。同じこと言ってんだあいつずっと。マリオよ、ついに対決の時が来たな。私の願いを叶えるためお前を倒してやる。覚悟しろ。来た。うわ、え、なに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 、どう、これ何すんのこれ、何これ。お前が土神になれるってこと。なるほど、お前も神様を操れるのか。嘘、この姿は土神様。神様 VS 神様をやるっていいことだ。そういうことなのか。神の折り方などもうとっくにマスターしている。さあ行くぞ。もう早速攻撃してくんのかい。ちょっと待って。うわー、兄上いきなり高ぶってます、気をつけて。これは、おっと手裏剣マークがあるね。つうことは俺も何にでもなれるみたいな感じなのかな。あ、マリオさん、あの魔法陣なんだか見覚えがありません。もしかしたらどの神様にも変身できちゃう魔法陣かも。待って、これなんか相性があるんだよなきっと。待って、火には水だろうな。で、水には、待って待って違う、火には水で、氷には火だもんなって考えると、待って、じゃんけんになってるはずだ、じゃんけんになってるはずだから、火には水でしょ、で、氷には火でしょ、で、土どう、あ、氷かな、これ氷かな、多分これ氷かな。じゅんぐりじゅんぐりじゃんけんシステムだと多分氷だよな。土土ではないよな。どの神様が変身します、氷が見ていってみよう。さあこれでどうなるかな。氷神発動だ。あいつ1個だけなんか慣れない神様とかねえかな。あ、何その神様、俺覚えてないんだけどみたいな、オリになんねえかな。さあ氷神が合ってんのかわかんねえけど、とりあえず行こう。固めれちゃうんだったら氷神全部で 1! 動けん、動けないんだ。じゃあもうこのまま終わらせていいんじゃないか、一生もうピオと同じままでいいんじゃないか。こ、あ、いいね。なるほど、これ相性対決みたいなのがあるんだな。からの、え、これどうすればいい。あ、これ神の手だ。普通の神の手を使うんだ多分。こうじゃないか。ここで神様じゃなくて神の手を使えばいいんじゃねえのか。これで氷を追ってからのボコボコタイムいけるんじゃねえのか。さて掴んで、よっこいしょだ。そして落とせ、裏側にする、叩け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 、いいぞ、強いぞ強いぞ。これも結構半分以上いってるの、弱くない？すごく、なかなかやるな。ならば次はこいつだ。こんな弱えわけねえから、多分きっと何か起きるな。これなんか起きるぞ。さて回して回して、氷神には火っていうのが分かってんのよ。これは定石なのよ。舐めないでもらいたいね、俺のことを。これは火だな。うん、声ちっさ、声ちっさ、何回でも言うけど声ちっさ。これって氷神様？さてこれでアイスメイズ使ってくんのか。それ使ってくんのかい。待て待て待て、これ順番覚えとかなきゃいけないんだっけ。これ順番覚えとかなきゃいけないんだっけ。まず下、下右、下右、上オン、下右オン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 、右右右右、これ右にする。下、ちょっと待って、わわわ、あ、わかんなくなっちゃった、わかんなくなっちゃった、え、わかんなくなっちゃった、ちょっとわかんなくなっちゃった。うわー、氷神様、氷の迷路を作る、ちょっとわかんなくなっちゃったじゃん。確か地面をよく見てルートを覚えて、私には無理、俺も無理、俺も無理、あー無理、できた、無理かと思ったら意外とできた。これでオンにしてひがみちゃんで溶かすんだろうな。意外と覚えれるもんだな、記憶力で。はい、でここでひがみだな。はい、使っていこう。ここで燃やし尽くしてやろうじゃねえか。ボーボーにしてる、ボボ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 ボにしてやるわ。ボーボーのボボボボボボボ、さらにボーボーにしてやるわ。それこそボーボーボボ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 ボだな。さあこれどれぐらいくらいの、これも1なの。1なんだね。でこれは、あ、これ合って、え、待って待って、これ合ってないの。氷を溶かすとはなかなかやるじゃないか。普
通に攻撃してくるんだね。普通にちょっと遅いのよその攻撃。もうちょい早く、うわ走る姿ダッセ、その走ってる姿ダッサいの、すごくダッサいのよ。これで下右ここオン、右右上右上下右下下、あわか、わかんない、わかんなくなったって、またまたわかんなくなったって。え、びっくりした。え、なんで回復してんのあいつ、ずるー、今もうちょっとで決めれたのに、でぼんやりでずるー。そんなのずるい。マリオさん焦らず急いでリング操作を、いや焦らず急いでってどういうことだよ。これで下右できた。うわ、もうちょっとだったのに、あいつめっちゃずるいことしてくんじゃん、はちゃめちゃにずるい技使ってくんじゃん。これでラッシュであと1回ぐらいででもいけそうだな。でもこれそんな強くないんだよな、敵がそもそもそんな強くないっていうのはいいのかな、ガードしてるしあいつで。ナイス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 、いけるか、いやいけねえんだよな。でも次もうそれいけんな。さあ次は何神でくんのかな。でもこれで氷神多分使ってこねえから、いい気になるのよ、まだまだこれからだ。はい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 、もう疲れちゃってるけどね君。日神ちゃんでくんのね、日神ちゃんには水神ちゃんと、ということはこれ流れ的に水神ちゃんもしかしたら見れないかもしれないですね。でもはちゃめちゃ回復とかして水神ちゃんさすがに4体見るのかな、さすがに4体の神様を見て倒すみたいな感じなのかな。かっこいいな、かっこいいな、なんかこれは日神様、ずっと同じこと言ってるぞオリビア。フェザーストーム懐かしい、これ技を食らいながら行かなきゃいけないんだよな確か。そして謎の方向、声小さ、毎回声小さいのよ。でいつも限界に来てるけど、矢印つなげで日神ちゃんだったらもう食らう覚悟で行くか。すっごい食らうけど、まあいい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 、まあ、いい、これよく考えてあいつ回復してっからめんどくせんだよ。でこれでアクションで水神ちゃんにして、あ間違った間違った、今普通に2回落ちちゃった、間違った、もうこういうしょうもないミスがあんの私今ね。俺がもし視聴者側だとしたらちょっとイラッとするわ、もう今勝てたじゃんってちょっとだけイラッとする部分あるわ。ごめんなさいね、皆さんの気持ち一応代弁しておきました。はい、ちょっとここはもうスッとカットしますね。水だよ水、みんな水だからね、はいここだよ、はいよし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 、ちゃんと水神ちゃんになったな。でこれで水神ちゃん進化でどうなるかね、バーンといって、これでも1なんだよなきっとダメージ的には。ゼロゼロなんだ、そうかゼロか、私の炎を消しただと。これで敵アクションできんの、ヘラチョコになってるけど、フェザー回収すんの、回収すんの、するなするな、なんか何この時間、何それ、どうしたどうしたどうした、勝った、これはモロタで、モロタで駆動、よしこれで下行きのオンスイッチ惜しいな、これ多分ボロボロ状態だからいけるよな。さあ正面からぶったたいてやろう、こいつもヘナチョコになってるもんな。終わりだ、ごめんよ水神ちゃんを見る時間はなかったようだな。食らいやがれー、はららー、あれ食らっ、いってんのか、なんだ引っこ抜け、あー5、え、なんか、え、なんかなんかもっとなんか全然違う、え、し、え、やってないよね、やってない、あ、やっぱ4パターン見るんですね、はい、やっぱり4パターンは見るんですね、すいませんすいません。あの回復がなければ3パターンで終わってたりすんのかな、ちゃんと水神ちゃんも見るんだね。はい来ました、あーもうみんながもう流れ作業みたいになってんのよ。これは水神様って多分言うんでしょ、これって見るんでしょうね。でこれは土神ちゃん使えばいいってことなのかい、はい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 、もうパターン化してんのよ、攻撃が、攻撃がずっとパターン化してんのよ。私の水柱は一味違うぜ、うん、水柱も何も俺も神様使って逃げるだけだからなもう全然喋ってないもう俺全然喋ってないよこれで相手を上にしたり下にしたりしてでこれこれ敵どんな攻撃してくるんだっけ、水だよね多分、多分これ合ってるよね、水打ってくんだよね。え、なんかビッグウェーブ、なんか俺も当たっちゃいそうじゃね、
なんでそんな都合よくギリギリ当たんないんだろうね。ヘナヘナになっちゃったね。ヘナヘナになっちゃったね。これで回復させないようにしなきゃいけない。はあ、この攻撃に耐えると、もう死にそうだな本当に。オッケー、今度こそとどめを刺してやろう。終わりだ、さらばだ。これでオンスイッチ使いいの。神の手でフルボッコタイム。さよなら天さん、行こう。暗いやれ、行け、よっしゃ。時間かかったぜこいつ倒すのに。ひぃ、神の力をも超えてくるとは。でもちょっと簡単すぎる気がするんで、多分これ終わりじゃないっすね。兄上大丈夫？あんなにたくさん神様の力を使うなんて無茶ですわ。言っても家族だもんな。うるさい、情けなどいらぬ。そもそも私がお前を追ったのは、共に力を合わせこの世界を折り紙王国に変えるため。それを拒みこともあろうか、ペラペラどもの味方について。オリビア、お前も折り紙なのに、なぜ私の邪魔をするのだ。私、折り紙はあんなひどいことをするためにおられたんじゃないと思います。キノピオ気になる、キノピオすごい気になる、キノピオ今邪魔。アニュエも私も元はといえば一枚の紙ですわ。その紙が心を込めておられて命をもらった、それが私たち折り紙です。ペラペラの人たちも同じ紙の仲間だし、みんなで仲良くしたいんです。その紙にくだらんメモをしたのはあのペラペラのキノピオだぞ。私は折り紙としてのプライドまで折られたのだ。うまいこと言うね。やはり話してもわからんようだな。ならばクッパどこ見てんの。何すんの。折り紙の本当の力を見せてやろう。最初から見せろ。さあどうなるんだい、爆発すんのか。おーおー、なんか爆発する、爆発する雰囲気だよ。クリリンがフリーザに殺される時と一緒だよこの感じ。爆発す、なになに、なにそれ。驚いてるね。めちゃめちゃでかくなったのはわかる。恐ろしい折り方、一体どうなっちゃうの。わ、な、え、何この謎のホールみたいなやつ。おー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 、ぐるん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 となって、キノピオ、死んだ、死んだぞあの大量のキノピオ軍団。俺の仲間のキノピオたちが死んでったぞ。なにこれ、どういうことなのこの、あ、うん、あ、紙相撲ですか。考えましたね。どうだ、折り紙は折り方によってどこまでも強くなれるのだ。ペラペラの奴らなど蹴散らしてくれるわ。はっ、蹴散らす、やれるもんならやってみろ。ちょっとでかくなったからなんだ、我が輩が相手だ。いや、差あるよ結構。クッパさんちょっと待って、子はかっこよかったけど、そのままのペラペラじゃ本当に蹴散らされちゃう。折り紙の力が溢れてる今だったら私にもできるかも。折りますわよ。死ぬのかこれ。これもクリリンと同じ爆発。おーっと、まさかクッパがでかくなるの。クッパがでかくなる、これは。おーおーおー、折り紙に折られたら二度と元の姿に戻れないから、オリビア微妙に悪いことしてない。そういうことじゃないの、都合よく戻るの。若干顔がクッパジュニアに見える。いいぞ折り紙娘、さあ折りよ、これでハンデな真剣勝負だ、行くぞ。俺は何これ、何、なんだこれ。やはり結構やるな、我が愛だけで押し切れるか。八百長すな。あ、ほら周りに神の手の魔法陣がいっぱいありますわよ。神の手で地面をバンバン叩いたらクッパさんを助けられるかも。クッパさんが魔法陣の近くに来たら後ろに回り込んで神の手発動ですわ。クッパさんが動いちゃったら B でキャンセルして違う。ずるー、めちゃめちゃにずるい。追いかければいいのね。ここで神の手を使えばいいのか。いい、はいはいはい、こうね。はい、すごい効いてますって。これずるくない、これ。めっちゃずるくない。魔法陣が消えちゃいました。あんまり長くは持たないみたい。そんな動いてる、させるか。これでも食らえ。なんか来た、ジャンプ、はい、ジャンプ、ジャンプ。なるほど、あそこの位置に移動してるからジャンプ、ジャンプで消える。はい、ここで神の手使えますよ。はい、叩く叩く叩く。お、いいぞ。いや、なんか気持ち下ネタに聞こえるんだよ。その調子だ。また回って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 、これジャンプ、ジャンプ、あ、連続ジャンプできるのね、了解。ジャンプで魔法陣使って、
簡単です。もっと難しくしてもいいですよ。これ連続いけるよな。ワン、ツー、スリー。すっげー簡単に見えるな。ねえ、もうちょっとこれいつまで続くのこれ。おい、いいぞ。あー、その調子なんだろ。もう分かるのよパターンが。で、右に回って、早っ早っ早、そんぐらい早いの来るのいいね。一回ダメージを食らっちゃったけど押されてるか。すいませんね、今頑張ってるんですよ俺だって。はい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 、やってますよやってますよ。クッパさんよ、こうですか、どうですか、まだ行くんですね。早い。何それ、なんだそのパターンは。もう一回来るのか。来る前に活動する。はい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 、魔法で使います、使います。はい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 。ペラペラのくせにやるな。ならばいでよ我がしもべ。おう、大きなお顔。こんなのが落ちてきたらどう考えてもヤバそう。落ちてくるまでに急いで地面をバンバンしてクッパさんに勝ってもらわなきゃ。確かにヤバそう。あー、今使うのかいこれ。行くの？いいの？はい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 、落ちてきそう。 B で逃げて。はい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 、どういうの、危なっ、危なかった。あのままじっとしてたらヤバかったかも。あれ、お顔が落ちてきたショックで兄上が戻っちゃったかも。あの人、あと一息でしたわ。もう一度頑張って。またやんの？またやんのこれ、またやんの。魔王陣使うで、分かってる分かってる分かってる。いや頑張ってるんですけどね。はい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 。どうすんの、落ちてくるタイミングがちょっと分かりづらいんですよ。あれもうちょっとやっといた方が良かったのかな俺もしかして。はい、押す、踏む。どうすん、ギリギリまでやっていいのか。そしたら押せんのか。でもこれいけてんじゃねえのかな。これまたもう2周目入ってない？ 2 周目入ってる感じじゃ、いけるか。勝負はまだ終わってない。あ、来た。これちょっとギリギリまでやってみる。あ、まだ上がってるもんね。はい、いける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 。押せ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 、来た。ペラペラのど根性も知れ。うわーうわー、勝った。まさかクッパが決めるとは。でもこれ絶対下から這い上がってくるよ。兄上、あんなにペラペラの人たちを恨んでたなんて、こんな最後残念ですわ。来るな。ブワー、マスターハンドみたいなやつ来た。危ない。クッパー、俺もかーい。いや、ギリギリ大丈夫なのかな。でかいって、でかすぎるって。なも最初からそれやれよ。じゃあ己もう許さん、ひねりを騙してやる。兄上、大きすぎ、こんなのもう止められない。はっ、うん、また聞こう。そうですわ、折り紙職人さんからもらったあれがありましたわ。すごい、これでいろんな神様になれるってことか。本当のラストバトルが始まるのか。なるほど、始まるようだな。魔法陣だと、今さらそんなものを出してどうしようというのだ。えいこたかし、こんなもの。え？始まるぞラストバトルが！